それではね、こちらウールコンのね、柔らか肉との紹介になります。はい、でまずね、この生地の特徴なんですけども、ウールがね、少しこう混紡されてる、本当にねこうベーシックでこう素材感もねこう楽しめるようなね、生地になっております。でニットということでね、まずねちょっとこう伸び感の方から見ていきましょう。こんな感じですね。はい、で、伸び感でいうと中くらいの伸び感ですね。でこの生地はですね、トータルでいうと本当にベーシックで使いやすいんですよね。でウールが入っててね、こう温かみがあります。で、まあ今ね、冬の本当にこう真ん中ですよね、本当にこう寒い季節になるんですけども、まあシーズンでいうとね、もうギリギリのところだと思われがちなんですけど、これねおすすめがですね、春ってね皆さん結構肌寒く感じることないですかね。半袖ではもちろん寒いですし、かといってねコテコテの冬物だとちょっとね、見た目が、ちょっとこう厚ぼったいっていう時にすごくねこれがいいんですよね。程よくはこう温かみがあるんですけども、見た目はベーシックでね、すごくこう使いやすいんですよね。で機能的にもウールが入ってるんですけども、ご自宅でもね十分お洗濯できます。ウールとねこうアクリルの混紡素材になってますので、使いやすさもあるんですよね。で生地自体も非常にねこう柔らかさもありますし、また生地の安定性もありますので、縫製もしやすいですし、またその作品がした時にもねすごくねこうスタイリッシュなね感じでね、いい感じで仕上がるんじゃないかなと思います。はい、で厚みはね、もう中肉厚、本当にこう中肉厚の中の中肉厚っていう感じで、本当にこう使いやすい厚みになっております。で風合いはね、逆にこのウールならではのこの柔らかさとか、ニットのねこの柔らかさ、しなやかさが存分に楽しめると思います。はい、で次ですね、ドレープも見ていきましょう。ドレープもすごく綺麗に出ますよね。これね、混紡素材なのでシワにもなりにくいっていうところも、ね、あると思います。トータルですごくね扱いやすい生地になっております。で作品のイメージなんですけども、まあ、ニット素材なので、まあ、T シャツですね、はじめ、ワンピースも OK ですし、ボトムス、トータルでいろんな作品にね使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、で最後にね、生地幅の紹介になります。はい、でこれね生地幅もすごく広くて、160センチありますので、容赦余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。シンプルなワンピースを作ってみました。とてもシンプルなんだけど本当に素敵に、ね、仕上がっております。まずこちらはハイネックの、ね、襟がついているんですけれども、これは、ね、結構長めの高さなんですね。こんなに伸ばすと高いんです。で今回は柔らかいニットなので、ここ、ね、襟もクシュクシュとさせていただいて着ていただいても、ね、素敵ですし、半分に、ね、折り返していただけても、ね、すっきりと着れる嬉しいデザインになっております。素敵ですね。でウエストのところに切り替えもあります。ウエストよりにちょっと下がったローウエストのところに切り替えがありまして、下のスカートにたっぷりとねギャザーが入っているんです。可愛らしいですよね。とてもね女性らしい雰囲気のあるねデザインになっているんです。ね、本当生地柔らかくて扱いやすいので、こんだけジャザー入れてもボリュームがそんなに出なくてすっきりと着れるんじゃないかなと思いますね。で全体的にこうシンプルな、ね、デザインですので、より、ね、ウエストのこうギャザーも引き立って素敵に、ね、仕上がったんじゃないかと思います。でこうしたワンピースも、ね、とても素敵に仕上がりますし、あと、ね、トップスとか、ね、プルオーバーとかそういったのも、ね、ニットなのでとても着やすいんじゃないかなと思います。で色も黒で、ね、使いやすいカラーになっておりますので、ぜひ、ね、いろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。